これ設置したいね。確かここにあ、なかったっけ？なかった？赤くなってる。ちょっと待って。あそこが、いや、どうだろう。もし、劣化に行けるようであれば、早いとこ行った方がいいと思うんだよね。なに怖い。来たのは自分なんだからさ、ちょっとここでね、こんなことしててもしょうがないよ。無駄人だぞ、本当に。あ、師匠。中島って初めて聞かなかった？ああ、ナオミか。そうか。ナオミが、の名字が中島か。とりあえず、合流しようよ。合流しないとさ、何も始まん、いや、でもどうだろう。束で動いてるのは逆効果なのかな。いいぞ。もっ。やばいぞ、もう、やばい。本当に、行っちゃうぞ。ゆかちゃん。ゆかが。どんな気分だ。それらすべてを死んで、すべてが終わるんだ。お前はもう死。お、お？誰？ゾンビ？ヨシカズ？何が起きた？夢か。なんだ。ま、そう、サトシどうなった？なんだ。柔らかい。え、ナオミとは離れて、はぐれた？はぐれてないよな。あ！よくある展開じゃないですか。ナオミ、すまない、違うんだ。サトシ、え、さっき針が頭に、顔赤いけど、つら、いや平気だ。そう、まあとりあえず無事か。ただの地震で暗くなって。すごい、何なんですか。落ちここで目にしたに会いに行けよ。一つ残らず記録するんだ。はい、いいぞ、成功。これでこの映像よし。早速ここで両記事、肌で体感している生のワードが。これはさっきサトシがいる。ああ、カメラは電源が入らなく、このテープの持ち主が撮影したのかな。すごい、なしに気をつけるんだ。この学校に何が起こるかわからないぞ。いやいや、こんなおいしい絵撮らなくてどうすんすか。ああ、ふう、すごいな。だけど先生、いいんですか。あの子、ナホちゃん、きっと怒りますよ。自分だけのけものにされたって。今回は事情が違う。ま、そりゃそうです。本物ですか。の死体、この子の制服、新しいですよ。きっと全国で行方不明になっている、ここで朽ち果てているんですよ。そうだな。早く逆打ちの方法。逆打ち
なあ、教えていなかったっけな。方法は。どうした？声が聞こえるんです。本当か？ほら聞こえる。落ち着くんだ。いいか、私には聞こえ、子供の声とは何人だ、男児か。ああ、響先生、今どこだね。こっちです、こっち。君、待ってくれ。田口君、どこへ行くんだ。テープが。終わりか。何だろう。帰るための方法と言っていたな。続きあるかも。ゆかちゃん。うん、まあ、とりあえず別館行かないと、早く。そう。え、じゃあ何、動かせないの？いや、男の腕力だったら取れそうだけどね。さあ、とりあえず会おうぜ。合流しようよ。あ、まあ、床はどっちしろ赤くなってるね。あ、そうだ、渡れなくなってる。あれ、校舎の様子が変わってる。そうだね。ただの地震じゃなくて、地殻変動すら起こる。違う次元に。で、もし、この床が赤くなったってことは、会えるかもしれないね。かもな。とにかく動いてみ。うん。あ、サト、ん？背中。服に木くずが刺す。よし。あ、まあまあ、名札だけ取って、ちょっと待って。いたやったよ、やっと会えたよ。チャプター5でやっとかよ。篠崎、何？え、委員長、怪我とか、うん、そんな。くそ、ついさっきまで笑ってたじゃないかよ、みんな。なんでだよ。しょうがないよ、もう生きてるメンバーでしっかり帰ろうぜ。これ以上、誰も知らない。そうこれ以上は命令よ。篠崎、宍戸先生と森重君とゆか、ここから帰る。そうだ、まだ宍戸先生の詳細が全く読めないんだよな。どこ行っちゃったんだ。ああ、もちろんだ。いい、殺害犯は幸子よ。あ、幸子、気をつけてね。奈穂さんやゆきちゃんの話では、殺害犯幸子の懺悔を引き出すことができれば、うん、なるほど。殺された3人が一度この校舎を包んでいる。デイジバが元の世界へ帰れるかもしれない。赤い服の、どうすれば懺悔なんてさせる。まあだから、あゆみが見た、あのね、映像、夢で見た映像の人が犯人だと。だよね。あなたたちのさっきの話、坂内法、このテープで帰るた、肝心のところで切れてたんだ。テープを変えるって言って終わってるから、キビキって人の、キビキ先生の、この方法さえ分かれば、これ以上霊とかに関わらなく、条例とかよ。だけど、それじゃ、条例法、私に逆打ちじゃない方を奈穂さんが教えたのは、この恐ろしい呪いの拡大を止めてほしいと考えているか。この学校をこのままにしておくと、これからもたくさんの子たちがここに閉じ込められて無垢死んでいくんだよ。そんなの、ただの高校生の私たちに何ができるっていう。幸子に罪を後悔させる、その方法を。なんで最初から無理って決めつけてるわけ。私の話だからうさんくさいって。そうじゃないけど、
とにかく協力して頑張ろう。俺たちは坂内法について探りながらユカやみんなを探すから、篠崎はユイ先生たちを探してくれ。揃ったらここに戻ってこよう。待ち合わせだ。じゃあ委員長。そうだよ、気をつけてね中島さん。あんまり持田君に近づかないで。は？まあでもずっと一人はきついよな。何よ、もう、もう、今ので持田君にも惹かれた。出してくれるのよ、もう。そういう模様を描くゲームでもあるんだよな。中島さんの学生証。あ、そうだ。私飛べれちゃう。そうだよ。もうなんか気が動転しちゃったのかな。完全に失格だわ。また後で返そう。やるべきことをやってないって。今幸子に出会っても懺悔させる方法なんて思いつか。ゆい先生を探して坂内でもいいか。みんなで帰ろう。そう、そのために来たんだろう。何をやってんだよ。あ、昨日、能動的パーティー切り替えが使用可能となりました。校舎内にあるペンタグラムに触れることで、離れた仲間の様子を随時見ることができます。とりあえず死んだらあかんもんね。これ、星で、違うパーティーに切り替えられるってこと？こっちを、こっちね。床を探して、校舎内に収まる俺たちは、別館への通路が空いているのを発見した。とりあえず早く行ってやるよ。本当だ。ナオミ初めてだっけ？ナオミ、大丈夫か？俺も怖いけど。うん。大丈夫だ。二人でいれば、なんとかなる。ダメ。二人でいれば、また後悔が襲ってきて、私の心をねじり上げる。その気持ちも知らないで。聖子の最後の言葉が。ナオミ、大丈夫だ。お前のせいじゃない。元気づけてくれたサトシには靴も揃えて置いてあったし、あれは自殺で、きっかけはきっと私の八つ当たりに違いない。絶対そう、聖子。さあ、散ったな。ゆかが言われたところはもう持ってかれたってことか。まあ、捕まったのは別に良かったんだな。完全に捕まっちゃったけど。ちょっと、いやでももうだいぶ過ぎたからな、出てた。まあ一応2にしとくけど。またやり直すのはちょっときついな、ここまで来ちゃったら。ああ、そうなるのね。そうそう、ここだね。何？何？ひどい。これは刺し傷だ。何度も何度も刺し刻まれている。この人、殺されて間もないよね。そうなんだよね。はあ、はあ、私。そうだ。これは、いても立ってもいられないでしょう。サトシ。間違いない。毎朝、俺も見てる、これは。ユカの靴だ。なんだよ。ここで何があったんだよ！まあ、もし。これは、もう一刻も早くだよ。
ちょっと、ここに来るのが遅すぎるよ、サトシ、ちょっと。そう、森重ね。うん、ここにいたんだよ、森重。録画完了。森重、何か撮ったのかな。うまいね。どうする、拾っとく。こっちに何もなかったっけ。さあ、物語も佳境になってきましたね。え、ここだっけ。私は今、今私がどこにいるか驚く中で、私は今呪われた学びや天使上皇の校舎の中で、私の有能な助手読者にもおそらく名の知れた佐伯七星、霊界に精通している彼女の心霊調査に明らかな件があった。霊場との接触方法がある。私はもう一人の助手カメラマンの田口君と二人でその方法を行い、すでに存在しない学校に生きた人間としての近畿に足を踏み入れた。このまま記事とともに映像を残そうと思う。まずは手当てしていきます。次回記事で我々はどうなっているのか、この学校の真相が解けるのか、私も非常に楽しみ、非常に楽しみで仕方がない。こうなったところで期待して待っていてほしい。私自らが証拠を…七星さんの師匠、オカルト作家兼ルポライターの響先生も、うん、本当にここに来ていたんだ。嫌な言い方だけれど、七星さんの方が一方になっていたし、騎士改正を狙って特…七星さんも響先生もはっきりと、青い霊魂の話では、うん、児童霊の呪いで児童、ユキちゃんの霊は、だったら、やっぱり私たちがここに連れてこられたのは、あの時、おまじないに成功、私はみんなずっと一緒に。そうね。すべてはそれが元凶には結局なっちゃってると思うんだよね。こんなに失敗リスクが高、ただのおまじないで。リスク高すぎるよ、本当に。うん。たかがおまじない占いがさ。私。これデータ4にしておきます。もうその前にまず様式とあっともう調べだけ調べて、うん、裏のこのサイン、七星さんの手帳調査メモ、霊場調査ファイル、霊場調査ファイル01、うん、新霊場調査ファイル02、実地調査方法入手、さらに2名以上タイロの保管を行う必要あり、現地で篠崎家の調査を進めるだけで強い霊障を受けた、体の右半分が麻痺、左鼓膜に異常、姿写真にオーブ影響あり、数週間にわたる頭脳感危険なので、今回天神小学校の実地調査には先生は同行させない方がいいかもし、先生今日この出版社で何度目だろう、尖りすぎて先生が背中を丸めてしまって、しかし今の猟奇事件ルポ記事の連載は私もでき、ナホさんがブログで公開している霊界調査、そのメモのこんな形で読む日がちゃんと普通に出会って、それからナホさん、うん、あー怖いね、手記があそこに落ちてるな。でもこれも全部読んだらやばい。期末試験があったので、うん、久しぶりに学校へ、先生が私を置いて現地、まだ情報が少ない状態で、きっと先生の助手、単純だが効力なブログの更新も完了、これより私もこの汚れ、ナオさん何があったんだろう。
あ、さあここは行ってないぞまだ。え、名札？名札だけか。行ける？ちょっと奥深いな、めっちゃやばいな。どこかな。まあこういう感じでとりあえず逃げないと始まらないみたいですね。はい、持田君を助けに行こうというところで選択肢を、まあここがターニングポイントだったみたいですね。もう一回やり直すと、まあ冗談じゃない、まあこの時はちょっとヨシキの気持ちを汲んだんですけど、まあ今回はもう気持ちよく潔く、行くという選択肢にしたいと思います。これで、基本的にはあゆみとパートは、ヨシキと一緒にずーっとなるわけですよ。こうだから冗談じゃないって言っちゃうと一回ヨシキがね、行かない感じになってやっぱり行くよっていうね、そういう感じだったけど、ヨシキは仲間にならないっていう謎の展開になるということですね。そう、ここでユカのパートが出てくるわけですね。ママ、はい。で、ここはどこなんだ？ユカと会わなきゃいけないからね。ハッピーエンド的には。ここをちゃんと覚えとかないといけないってことですよね。本館の2階にちょっと幽霊に呼び出されてここに来たんですけど、そこに、まあ、俺らも行けばいいってことか。別館に、もしかして、そうだな、行かなきゃいけないのかわからないので。まあ、ここからはいつも通りの展開かな。そうそうそう、自己主張だったね。まあ、みんなで脱出したいという流れになりますね。で、普通に、ナミのね、生徒手帳の流れになりますね、ここからは多分。なるほど、なるほど。そういう展開になるのね。で、まあ。あ、そこ、ここもない、なかったわ、さっき。なかった。ゆうか。お前が、熱風吐き出すのや。まあ私しかになりましたね。お、てか普通によっ。まあ自分の部屋の扉。なんだ。そうか、夢の中で出てくるわけか。こっからはほぼ一緒で、結局その、なんでしょう、別館に来た時に会うんですよね、多分ユカにちゃんと会えるはず。後で渡せばいい。市場を優先してくる。篠崎あゆみ個人、俺がお前の立場でも。そう？多分。おう、
確かに今幸子ゆうひさん、なんかここで励ますシナリオになるんだね、ヨシキがね。とにかく、なんか最終的にはヨシキがなんかかっこいい人物に見えてきたわ。そして、パーティーザッティングシステム、ようやく戻れたよ、これで。はい、じゃあようやくシナリオが進むそうですね。ユカに会えそうだな、これで。俺たちは本当だ、ナオミ。うん、大丈夫だ。ようやくここでセーブもできそうだから、なんとかここで二人でも一旦シナリオを進めましょう。聖子のナオミ元気づけてくれた靴のきっかけ、絶対そう。聖子、とりあえずここで失礼です。一旦もうデータに上書きだな、これ。まあ、まあ、ウロングエンド見たければ別にいいんですけどね。じゃあ1にしとこう。成功してるか。いや、ようやく再開できた、再開できた。ユカ、うわ、感動の再開。よかった。ん、でももしかして別人ゆか、まとってるだけかもわかんないね。本当に？そうだ。本物だよな。悪かったな。いやー、よかったね。ごめんな。よかった。さ、ゆか。よし、じゃあここは三人行動に結局なるってことだな。ゆか、何？そうそう。これは、バッドエンド方向に行った時に見つけたやつですね、このテープね。そう、このテープが見つけられただけだったんですね、バッドエンド方向だった。続きだよ。だな。ゆか。ああ、そっかそっか、見に行ってみるかっていうのはそういうことか。テレビか。テレビの方行けるのか。うん、ようやくだね。安心したわ。三人パーティーは初めてだな。で、さっきの左上の装置で行けるようにしといて、パート、いや、そうだね、まずは、俺ら、そうだね、俺らが、ちょっと、こう、あれしといて、まずは俺らがあのテープ見に行けばいいのか。ようやく進むぞ。の方法を残して、幸子のまじないを清純宝刀用に、人数に幸子を加えた回数唱え、ちぎった片代の切れ端同士をくっつけるのだ。ああ、はいはいはい、なるほど。しなければよか、来なければよ。Oh!